里目貞重は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武士、画家、佐賀江氏の家臣、右京の臣、または岩見守る、石州を称する、伊賀江着色神滅、若松寺所蔵、十分佐賀江氏の家臣で、物頭を務めたという。永正十七年六月に、伊達種宗が、最上資料の出羽国高玉城を攻めた際、捕虜の中に、 佐賀氏の家臣が七名おり、そのうちの一人として、里目、右京の神の名が見出せるのが、文献上の書室である。捕虜として、米沢、氷で五年を過ごした後釈放され、大英四年佐賀へに戻る。その後の消息は不明だが、絵の修行のため敬に登った。数年を経て、佐賀へに戻り佐賀氏の家臣の傍ら、画業に励む。英六八年、敬とのつながりからか、 霊落した万所代、荷川は近い世が落ち延びて芝橋に筆足し、永六十二年に死去した。帝茂は天正五年死去した。子は河内と称した。一般に、武人画家は水墨画の作品が多くが息も狭いのが一般的であるが、帝茂は人物、山水、花鳥、仏画などが題が豊富、写実的で着色画も描いている。 作品からは、夏京風の草原画法や雪舟流など幅広い古典画学習の成果が伺われ、単なる地方画家ではなく、京に登って、本格的に画技を身につけた形跡が伺える。遺作は、故郷の山形県を中心に、二十数点残っている。佐賀市史上館 p 百八十、森では守る大高本家中閣、その他、高谷修利介、 道具内昭遊、広志春、富沢太郎三郎、安彦札馬、安彦、匠助、鈴木さぬき、岳聖刀四次月光種胸器、佐賀石市史上官 P17 京都の狂言大部、小原安常が、天文十年と天文二十三年に、自音自絵札を収めているが、その後工事三年京都より、ペー、茂の絵を、実装坊宛に送ったことから、 経営の登ったことは確実視される。佐賀江田赤本区下中不覚号の目かわちは書、雇用人絵試験、しかも、佐賀江市小絵市並びに関係資料 P329 山形県指定文化財天然記念物、山形の宝検索ナビをダルマの桜、山形新聞社、ありがとうございます。